うん。マスコでも。うん。お仕掛けコスプレウェイトです。一応正式なのはお仕掛けコスプレウェイトです。ここはウェイターなので。なるほど。応援団みたいな。あ、なるほど。マッカフリー応援団、これ何がいいですか。それとは、ダチョウ肉をこやす愛する、マッカフリー応援団桜塚という形で、ダチョウ肉を愛するマッカフリー応援団。ライダーや、ライダーですって言わない。ライダーですからね。ライダーや。男女わけでも男女や、常連客、常連客、テレビで見てた一瞬やけど大変やね。すごい違う。ペアペアって見てたら、おお、おお、そうじゃん、おお、何十秒で終わったよ。何十秒でかかってる時間がね。前の映画の時は1分ぐらい、私が映ってるのが1分、そのカットで1分くらいだった。じゃあ、ちょっと1回立ってもらって。はい。
こうなってThank you.
カスリーの常連客でダチョウ肉をこれだけ愛するコスプレイヤーマルチタレントの桜塚玲です。その時に食べたのが、
当に小さな糸かけしか色を食べなかったんですが、怒ってあるんですけど、すごく美味しかったので、それからはお店に行かせてもらうときに、なんかこれ食べたい、あれ食べたいみたいなんで、これさせてもらってて、高槻のお店のときに、ラッキョウ焼きっていうのがあったんですね。それがすごく私大好きで、お店に行くたびに、ラッキョウ焼きくださいって言って、ラッキョウ焼きを毎回食べました。はい。
っぱり判決を支払って作られているものの方がいいだろうということで、まあ、この人を選択したんですけども、それでもやっぱりちょっと言ったら画面ではそのパッと以上を見た段階では分からない細かいところとか、やっぱりその辺を修正していきたいなというので、まあ、そこでも完璧ではないんですが、あのこの強化だったりとか、この強化っていうのはもともとこの人のセットにはついてないんですね。なんですけど、劇中ではそうですね、ここをつけて、本当はここにあのバックルみたいなのがついてるんですけど、それはちょっとバックルがいいのが見当たらず、今はまだついてない状態でバックルがあったり、チューブトップっていうお話したとき、このチューブトップを作ったり、あとはこの衣装のセットだったら、この今下に履いてる黒のホットパンツも、ただホットパンツだけなんですけど、そこにやっぱり、サスペン、服を脱いだらスペンダーっていう状態なんですね。なので、サスペンダーやっぱりつけたいので、スペンダーをつけて、したり。あとは、やっぱり、女性のシンボルである胸だったりとかね。こういうところもやっぱり、彼女すごい、グラマーなので、私そんなにないので、一生懸命ような、あれ、品を変え、手を変えなさい、みたいな。音声が流れないから言えるんですけど、パッとはちょっと作ったりとかしてます。はい。見てるのは、最後に一応、カメラに撮って、カメラに多少はつけない。
持ってたら、ぜひ、ダチョウマトも持って帰ってもらって。持ってるシーンがない。最高って。店内は撮影は以上にしますので、エアコンもついて。